ということでですね、今日はアパレル業界です。今までね、こう飲食業界とか航空業界、こういったところね、やってきましたけれども、まだアパレル業界やってなかったですよね。僕ね、前から作ろうと思ってたんですけれどもね、ちょっとね、まだできてなかったですね。やっと今日できてね、ちょっと嬉しいんですけれども。ということでですね、今日はアパレル業界が、やっぱりね、このコロナで、もちろんね、こう調子が良くないわけですけれども、実はね、そのアパレル業界、どんどんね、会社が潰れていくのは、これからじゃなかろうかと、今日はね、そういった動画になってます。まあ今のアパレル業界の状況、そしてこれからどうなるのか。もちろんね、なんでこれからアパレル業界っていうのがもっともっと潰れていくのか、そういった理由っていうのもね、話をしていこうと思います。はい、ということでね、まず最初は今のアパレル業界の状況です。ちょっとこれ読んでいきますね。約3ヶ月間のロックダウンが明けて、日本社会は6月から一応通常営業に戻りましたが、小売りが営業できなかった3ヶ月間は1年の前半で最も売り上げが大きい時期でもあったので、当然販売機会をロスしました。っていうことで、まあコロナでね、だいたいまあ4、5、6月のことですかね、3ヶ月ぐらいって言ってるんで。もちろんね、この3ヶ月ずっとね、緊急事態宣言だったってわけじゃないですけれども、まあ多くの店がね、お店を閉めていたと。で、今言ったようにアパレルっていうと、今年前半、コロナ禍で最もね、売れる時期っていうのが4、5、6月だったと。まあ特にこれ4月あたりですかね、皆さんね、いろんな状況変わるわけじゃないですか。そこでやっぱりね、洋服っているようになりますよね。おそらくね、こういった需要じゃなかろうかと思うんですけれども、こういったね、一番洋服が売れる時期、ここでお店を開けることができなかった。そして、まあ開けてたとしても、人がね、街にいなかった。今ね、だいぶ戻ってますけれども、その当時っていうのはね、全然人が街にいなかったですよね。そして、そういう状況だったら何が起こるのか。これね、在庫がね、どんどん溜まっていくんですよ。そして、これさっき言ったように、通常だったらこの時期に一番洋服が売れたわけじゃないですか。洋服を一番売るっていうことはどういうことかっていうと、それだけの在庫を用意しとかなきゃいけないわけじゃないですか。だからね、一番在庫を用意してる時期に一番売れなかった。だからちょっとね、アパレルの人からすると悪夢のような、それぐらいの量の在庫が溜まってるってことなんですよね。これね、アパレルの会社が潰れる時っていうと、ほぼね、不良在庫が溜まりすぎて、それが原因で潰れることっていうのがほとんどなんですよ。そして今ね、不良在庫がめちゃくちゃ溜まってると。そういう状況が起きてるんですよ。そして今、6月までの話したじゃないですか。でもこれですよ。6月でとりあえず営業が再開されたと。でも6月ってのはね、こう梅雨ですよね。しかもね、今回の梅雨って言うと、いつもよりもね、随分長い梅雨でした。そしてこれ梅雨が終わって、やった、夏になったと思ったらですよ。今度感染第2波。これがね、日本に来ましたよね。ですから、アパレル業界にとってはね、とんでもないダメージなんですよね。そしてその結果ですよ。7月、8月の小売の市況もネガティブで、大多数のファッション小売業や百貨店が昨年対比で7割以下の売り上げっていう風にね、公表がされてます。ちょっとですね、これ東京商工リサーチさんの分ですけれども、会社のコロナ関連の破綻で見ていくと、業種別で見ると、これまあ負債が1000万円以上の場合ですけれども、一番多いのが飲食業で82件倒産してると。コロナが原因で倒産してると。そしてね、その次って言うとアパレル関連。これが59件。もうこういった感じでですね、飲食業とアパレルっていうのが突出してコロナで潰れてるんですよ、会社が。まあ会社自体の倒産ってのもそうですけれども、やっぱりね、店舗縮小。こういった動きもね、かなりありますよね。例えばですね、直近だと10月2日、丸井は池袋店と静岡店を来年9月に閉店することを発表した。理由はズバリ、売上の低迷。地方だけでなく、山手線ターミナル駅にある店舗までも閉店に追い込まれているのが現状だ。っていう感じで、山手線ターミナル駅にある店舗までもっていうことは、地方の方がね、もっとひどいってことなんですけれども、地方だとですよ。ただでさえ売上減が深刻だった百貨店業界にとって、2020年は悪夢の年だったに違いない。山形県唯一の百貨店だった大沼が、大沼って言うんですかね、僕知らないんですけれども、山形県唯一の百貨店。これが突然倒産し、初めての百貨店の空白県が生まれた。じゃあ今山形ってのは一つもデパートがないと。逆に言うとね、他の県ってのは最低でも一つはデパートがあると。そして、その他、新潟三越、ほのこく百貨店、かっこ愛知、そごう徳島店、と列挙すればキリがないほど、地方の百貨店は閉店に追い込まれている。一社が店を畳むと、ドミノ倒しのように閉店が進んでしまった。今言ったようにね、まあ、東京に住んでる人だったら、丸い、馴染みありますよね。ここの池袋店も潰れてしまうと。だから田舎もひどいですけれども、すごい都心部でも、こういうことがね、起こっていると。まあ来年の9月まではね、やってるみたいですけれどもね。まあこういったですね、アパレルの業績不振があって、まあこれも丸いの話しましたからついでですけれども、丸いっていうのはですね、今脱アパレルして、こういったね、動きがあるみたいです。
マルイグループはコロナの影響を受けて決算でも増益を達成した企業です。あ、そうなんですね。コロナでもマルイグループ自体は増益だったと。同社は従来型の物販の比率を一気に減らしてフィンテック部門での売り上げや飲食部門などの売り上げを伸ばそうとしています。今後も店舗整理は進んでいく可能性が高いってことになってるんですね。まあだから脱アパレルしてフィンテックとか飲食部門、こっちの割合を上げてると。でも言ったようにね、意外にもこれ増益になってるんですね、マルイ自体は。だから結構皆さんご存知のエポスカードとかあるじゃないですか。だからマルイが発行してるクレジットカードですよね。これのね、利益は結構あるってことなんでしょうね。なんでもですね、マルイの営業利益のうちの 75%、 利益の 75% がですよ、これフィンテック関連だってニュースもありましたから。マルイはだからもうね、アパレルとかデパートっていうよりもそういうね、金融関係の会社になってるってことなんですね。ちょっと意外でしたよね。まあだからマルイはちょっと例外ですけれども、まあマルイにしてもか、マルイにしても今ね、脱アパレルを図ってると。ちょっと今ですね、マルイの話をしちゃったんで、いくつかの会社の話もしておこうと思うんですけれども、例えばですよ、これ。これもすごい最近のニュースですけれども、三洋商会。これもちょっとニュース読んできますね。三洋商会、35億円の赤字、売り場160箇所閉鎖へ。アパレル大手の三洋商会は6日、2021年2月期の連結業績予想を発表し、最終利益は35億円の赤字を見込んだ。で、これの原因っていうのが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、主力販路とする百貨店や商業施設向けの売り上げが落ち込んでいる。まあそういったこともあって、全体の店舗のうちの1割にあたる160店舗、まあ最低でもね、これぐらいはお店を閉めていくと、そういう発表がありました。まあただですね、この三洋商会っていうのは直近ね、赤字なわけですけれども、その前もですね、4期連続で赤字だったんですよ。そして今期も赤字だと5期連続の赤字になる。まあこういうニュースなんですよ。あ、この三洋商会っていうのはね、何の会社かっていうと、もちろんね、アパレルの会社なんですけれども、やっぱりね、未だに一番こう、記憶に残るというか、有名なのは、バーバリー。このバーバリーと契約して、日本でね、バーバリーを扱ってたのがこの三洋商会なんですよ。ただですね、数年前にその契約が、まあ契約破棄ってわけじゃないですけれども、契約が終了って形で、その更新がなかったんですよね。多分これ、バーバリーの方が切ったと思うんですけれども、なんでかってですよ。もうこの三洋商会のメインの売り上げって言うと、バーバリーだったわけですよ。でももう今契約が終わったんで、この三洋商会ってのはバーバリー売ってないわけですよ。そこからこの三洋商会ってのがどん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 赤字がね、始まってるわけですよ。そして今期も赤字だったら5期連続の赤字になるという。だからまあその赤字幅が今回のコロナでまあ加速したってことなんですよね。はい、そして次、オンワード。オンワード柏山ですね。まあグループで言ったらオンワードグループですけれども、でこれがですね、グループ全体で3000店舗あったと。ただこれっていうのは前期だから、今年の3月まで、これが前期ですけれども、この前期で700店舗削減するって発表があったんですよ。そしてこの会社もやっぱりコロナでそういった業績不振が加速したので、さらに今期もですね、700店舗減らすって発表がありました。だからですよ、もともと3000店舗あったこのオンワードグループの店舗っていうのが、前期そして今期合わせて1400店舗減る。ほぼね、半分になるってことなんですよ。まあそれにしても数すごいですよね。3000店舗から前期と今期で1400店舗なくなるわけですから。まあただね、これさっき言ったように、やっぱりね、このオンワード、これもね、コロナ前から調子が悪かったんですよね。まあていうかね、アパレル業界で調子がいいところってのもね、ほとんどないですからね。百貨店とかもね。そして次、レナウン。もうレナウンはね、これごちゃごちゃ言ってもしょうがないですよね。レナウンっていうとアパレルで、そして東証一部上場企業でした。でもこれはね、経営破綻しちゃいましたよね。なんかちょっと前もニュースになっていて、これのね、経営再建をする、そういった企業がね、見つからないとかそういうニュースになってましたけれども、どうなったんでしょうね。はい、そして次。これちょっと面白いんですけれども、セシル・マクビー。本当はね、これ一本で動画が作れるぐらいなんですけれども、このセシル・マクビーっていうのはですね、まあさっきのとはまたちょっと違っていて、まだまだね、会社にキャッシュとかお金がね、すごいある状況だったんですよ。ただ今回のコロナを見て、もうね、状況が変わる、時代が変わるっていうふうに考えて、すごいね、会社のね、方針変更。大改革っていうのを行ったんですよ。まあ、簡単に言うとですけれども、会社の縮小なんですよね。このね、セシル・マクビーを展開している会社っていうと、ジャパン・イマジネーションという会社なんですけれども、ここはね、セシル・マクビー以外にもいくつかのブランドやってたんですけれども、やっぱりね、メインはセシル・マクビーだったんですよ。で、今回ね、どういう風に変更、どういう風に改革するかっていうと、まずですね、セシル・マクビーをはじめとする店舗をほとんど閉めるんですよ。セシル・マクビーに至ってはね、もう店舗をね、完全に終わらすってことになったんですよ。まあ、どこかね、セシル・マクビーのライセンス借りたいって言ったらね、それも考えるって言ってましたけれども、基本的にね、セシル・マクビーはなくなるってことなんですよ。少なくとも店舗は。で、いろいろやってるブランドの中でも、4ブランドだけ残して、あとは全部ね、まあ、セシル・マクビーと同じように全部閉めるんですよ。で、この残る4ブランドっていうのも、そんなにね、店舗数が多いものとかじゃないんですよ。
結構ね、小規模のものしかもないんですよ。だからグループ全体で言うと、ちょっと記憶ベースですけれども、もうなんか社員とかもね、2割ぐらいしか残さなかった。まあだから8割ぐらいの店舗とかね、そういったものをなくすってことなんですけれども。で、ちょっと面白いのが、これね、残す4ブランド。これなんでこれを残すことに決めたかっていうと、比較的ね、EC、オンラインで売れてたものなんだそうです。だからね、これからはもう店舗を閉めて、オンラインシフトに切り替えるってことなんですよね。オンラインで結構売れてたブランドだけ残したっていうね。もうだからね、セシル・マケビの社長はね、もう結構儲けたんでいいやって感じで、不採算店舗とかね、これから不採算店舗になりそうなところは全部、すっきりね、終了させたってことなんですよ。まあ、英断だなと思いました。すごいなと。決断力がすごいですよね。で、あとですね、ちょっと面白いこと言ってたのが、この社長が言うにはね、これから残るアパレルっていうと、ものすごいね、キャラ立ちしてる、差別化できるね、そういったアパレルブランドか、あとはね、もう巨人しか残らないって言ってました。まあ、巨人って言うとね、まあ、だからユニクロとか、そういったところですよ。なんでかっていうと、洋服もやっぱりね、コモディティ化するからだそうです。だからもう中途半端にファッション性があるとかね、そういう間のブランドは残んないってことなんですよね。だからすごい尖ってて、まあ、すごい小店舗とか、オンラインとかでも買いたい、こういったアパレルブランドか、もしくはね、ユニクロみたいな巨人。だからすごい量作るからもうコスパとか最高なわけですよね。こういった巨人しか、もうコモディティ化していく中では残れない。そういった風にね、考えたらしいんですよ。だからそういった風に考えると、セシル・マクビーって、まあ、有名ですけれども、巨人ほど大きくないし、逆にね、ある程度店舗展開できてるってことは、めちゃくちゃ尖ってるってブランドでもないわけじゃないですか。そういったこともあってね、今回撤退、終了を決めたってことなんですよね。面白いなと。ちょっとね、個人的な意見を述べさせてもらうと、まあ今言ったね、セシル・マクビーの社長が言ったようなコモディティ化、これと同じようなことかもしれませんけれども、やっぱりね、時代が変わったなっていう風に僕も思います。もちろんね、このコロナでそれは加速したわけですけれども、例えばですよ、僕が思うのがね、アップローチですよ、時計。まあ時計が分かりやすいから時計の話してるんですけれども、これってのもですよ、やっぱりこう高いかっこいい時計っていっぱいあるわけじゃないですか。まあ大概スイスの時計メーカーだったりしますけれども、こういったね、ニュースがありました。昨年のアップローチの販売数は、すべてのスイス製腕時計の販売数よりも多い。アップローチの販売数は3070万個で、前年の2250万個から、約820万個増加。一方、スイス製腕時計全体の販売数は前年比 13% 減の2110万個。つまり270万個減少したことになる。これをもってスイスの腕時計業界が今後もアップルの影響によって破壊されることの論調である。これね、コロナ前の数字ですからね。コロナ前の数字でスイス製の腕時計全ての本数よりもアップルウォッチの売れてる数の方が多いっていうね。もうすごいことですよね。さっきも言ったように、大概の高級腕時計っていうと、スイス製なんですよ。もうだからね、スイス製の時計の全ブランド合わせても、アップローチの販売数にかなわないってことなんですよ。もう今ね、お金持ちの人とかすごいアップローチしてる人多いですよね。やっぱりこれはですね、価値観が変わってきたんじゃないのかなと思うんですよ。そしてそういうのもね、このコロナで加速すると思うんですよ。もうおそらくね、こういったのは時計だけじゃなくて、自動車なんかも同じことが起こってると思うんですけれども、なんかね、こうすごい高い車を買って、ドヤっていう時代がね、終わってきてるんじゃなかろうかと。なんかね、電気自動車とかになるとね、もっと終わりそうな気がします。車がコモディティ化しまくると思うんですよ。まあ、ちょっとね、これファッションの話とずれましたけれども、まあ、ファッション業界、アパレル業界でも同じことが起こってるかなと。まあ、時計なんかもね、ファッションですからね。だからさっき言ったように、コモディティ時代を勝てる巨人のユニクロ。こういうブランドがニッチマーケットで生き残っていく。こんなね、アパレルの時代になるんじゃなかろうかと、僕はそう思ってます。まあ、なんか一昔前だったらね、こう安っぽい時計つけてたりとか、安い服ばっか着てると、まあ、逆に言うとね、高いもの持ってなかったらってことですけれども、前だとね、なんかちょっとお金ないのかなってイメージがあったかもしれないですけど、今なんかね、こう、エコって言葉を使えばね、何でもこう済まされそうな感じがしますよね。別にね、5万円のアプローチつけてるからってお金がないわけじゃないっていうね。僕はだからやっぱりね、時代が変わったのかなと思います。で、今ですね、ここまで、アパレル業界がなぜね、調子が悪いのかとか、今ね、どういう状況なのか、こういった話してきましたけれども、じゃあね、これからどうなっていくのか、って話ですけれども、これね、実は僕もちょっと思ってたんですけれども、どういうふうに思ってたかっていうと、僕はね、もう結構前からね、アパレル業界、春売れなかった分の不良在庫、どうするんだろうなーってふうにずっと考えてたんですよ。そして明らかに人ってのもね、外に出て行ってない。まあ、おしゃれしていく場所とかね、少なくなってるだろう、っていうふうに考えてたんで、でもね、ちょっと思ってたのが、その割にですよ。まだまだね、僕は思ってるよりはアパレル業界、そんなに潰れてる会社がね、ないんじゃないのかなっていうふうに思ってたんですよ。なんかね、もっと潰れててもおかしくないんじゃないのかなっていうふうにね、僕はちょっと思ってたんですよ。そしたらね、こういったね、記事がありました。これがですね、アパレル倒産ラッシュ、来春に深刻化不可避な情勢か。この記事の中でですね、業界の人とか、そういうアパレル関係に詳しい人、専門家の人たちがね、いろいろね、話をしてくれてるんですけれども、ちょっと読んできますね。
政府の支援金と金融機関の融資によって年内は持ちこたえる目処がついた、年内は在庫処分をする必要がなくなったと胸をなで下ろすアパレルが想像以上にいるそうです。まあ、とりあえずねお金借り入れたんでなんとかなってると。しかし政府からの支援金はこれから毎年継続されるわけではありませんし、銀行からの融資はいずれ返済が始まります。今回の支給こそがイレギュラーだったと見るべきでしょう。そのため店頭の売れ行きが2019年レベルに回復しないことには2021年初頭からは過剰在庫を抱えて資金ショートするアパレルが続出するのではないかと考えられます。で他にもまた国内有名ブランドからの委託を受けてアウトレット店をマネジメントしている知り合いの業者も来年の春から今回一息ついたアパレルの経営破綻や倒産ラッシュが始まるのではないかと心配しています。だそうですよ。在庫処分やアウトレット店といったアパレル業務の裏を知り尽くしている関係者が一様に同じ見解であることにリアルさが感じられます。ということでやっぱりねこれ飲食店の時もねちょろっとそういう話しましたけれども、結局こういう風にね業界の詳しい人の見立てだと、まあ具体的な数字って出てこなかったですけれども何人かってのが今のアパレル業界ってのはこう融資を受けたりとかしてなんとかなんとかなってるだけで、これが来年の春からねどんどん倒産をし始めるんじゃなかろうかとこういった風に言っていると。まあだから息切れしちゃうってことですね。まあ飲食店とかはそれはちょっと早そうですけれどもね、アパレルは来年の春ぐらいじゃなかろうかとそういう風に言ってると。ということでね、今日お伝えしたかったのはだいたいこのあたりまでなんですけれども、やっぱりですねこれ売り上げっていうのがコロナ前までに戻らなかったらやっぱりこう不採算店を処分したりとか縮小して生き残る、もしくはね大きな業態変換をするしかないわけじゃないですか。これちょっとねまたアパレルじゃない話になっちゃうんですけれども、居酒屋のワタミありますよね。ワタミなんかもちょっとニュース出てまして、ワタミって言ったらねこう基本的に居酒屋中心でやっている飲食店のグループの会社なわけですけれども、これのねグループ全体の3割以上4割近くの店舗っての焼肉店へ業態変更するんだそうです。なんでかっていうと今ですね居酒屋お酒を伴うお店ってのはね売り上げがすごい落ち込みが激しいんですよ。まあこれに比べて焼肉ってのはそこまで売り上げの落ち込みってのが少ないと。もちろんねあくまでこれ居酒屋と比べてですけれどもね。でここのワタミがね出していた試算ってのが面白かったんですよ。今結構最悪の時と比べて人ってのはですね、まあ、やっぱり多少は戻ってきてるらしいんですよ。そうは言ってもですね、これが、まあ、ワタミですけれども、先月の9月でも、やっぱり去年の9月と比べると、売り上げっていうのは半分らしいんですよ。そしてワタミの試算によると、今後もね、売り上げが7割以上戻ることはもうなかろう。こういったふうにね、ワタミは考えたんですよ。そういったこともあって、焼肉への大きな業態転換を図るってことなんですよ。で、これですね、居酒屋がもう7割までしか戻んないわけですよ。もちろんこれっていうのはね、飲食業だけの話じゃないですよね。まあ、例えばね、これからリモートワークが続けば、まあ、都内中心部の飲食店、これの売り上げってのは完全に戻ることはなさそうですし、他にもね、やっぱりこう出かける機会が減ると、アパレル、これの売り上げってのも完全に戻るってことはなさそうですよね。まあ、だからね、こう会社が潰れる潰れないを置いといても、マーケット自体はね、ほぼ 100% に近く縮小すると思うんですよ。そうするとね、まだまだ潰れる店舗、まだ会社自体が潰れなくても店舗数ってのはね、減っていくんだろうと思います。あ、そういえば、これそういえばですけれども、今言ったりね、外出する機会が減るって言ったじゃないですか。まあそういうのもあってか、今回のディオール。この間ね、ディオールのファッションショーがあったらしいんですけれども、やっぱりですね、なんかね、いろいろかっこいい言葉で言ってましたけれども、簡単に言うとですね、まあ、部屋着、リラックスして着れる服、こういったものがね、メインだったんだそうです。おそらくね、ディオールがそうだってことはね、他のラグジュアリーブランド、これも軒並みね、リラックスできる、まあ部屋着みたいなやつ、ばっかりがね、新作でね、出るんじゃなかろうかと、僕はそういうふうに思いました。まあ、ただね、ワークマンは伸びるんでしょうけれどもね。はい。といったことで、今日はこんなところです。まあ、今日ちょっと話したようにね、思いのほか僕が思ってるよりは、まあ、僕が思ってるよりはですけれども、あくまで、アパレル業ってね、まだ潰れてないなって思っちゃうんですよ。あとね、ちょっと同じように気になってるのが、ウェディング業界。もうこれがですね、どこよりも壊滅的な打撃ってのをね、受けてると思うんですけれども、意外にね、もう数ヶ月前になりますけれども、大手のね、会社の数字を見てみたら、そこまでまだ悪くなかったんですよ。ちょっと最近見てないからわかんないですけれどもね。そういったのもちょっとまたね、動画にしていきたいと思います。